はいどうもー、もーりーです。今回は明治安田生命 J1 リーグ第24節、ガンバ大阪対湘南ベルマーレのマッチレビューをやっていきたいと思います。さあ、まずは試合結果はこちら。1対2で敗戦となりました。いや、厳しい試合でしたね。直近の対戦ではね、相性が良い相手だっただけに、勝ち点3を持ち帰りたい試合でした。さあ、それでは早速今節のスターティングメンバーから確認をしていきたいと思います。まずはホームのガンバ大阪のスターティングメンバーはこちら。フォーメーションは 4-1-2-3。 ゴールキーパー東口選手、4バック高尾選手、福岡選手、コンギョンウォン選手、黒川選手、アンカーにネタラビー選手、インサイドハーフに山本選手、ダワン選手、そして3トップにパンアラーノ選手、ジェバリ選手、宇佐美選手という布陣になっております。ガンバ大阪は前節より2名のスタメン変更となりました。三浦選手から高尾選手に変更。そして飯野選手から宇佐美選手に変更となりました。特にガンバ大阪はこちらの中盤3枚が非常に良い関係で、ボールダッシュ、キャリー、配球、フィニッシュまでパーフェクトにこなしていますね。さあ一方、アウェーの湘南ベルマーレ、今節のスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-5-2。 ゴールキーパーソン・ボングン選手、3センターバック岡本選手、キム・ミンテ選手、大野選手、ウィングバックに畑選手、杉岡選手、アンカーに田中選手、インサイドハーフに小野瀬選手、山田選手、2トップにレレ選手、大橋選手という布陣になっております。湘南ベルマーレは前節より1名のスタメン変更となりました。タチ選手から岡本選手に変更となりましたね。そして、ガンバ大阪が古巣でもある小野瀬選手はもちろんスタメン。奥野選手に関しては期限付き移籍で加入中のため、今節は出場することができませんでした。その中でも気になるところでは、怪我明けで前節ベンチ入りとなっていた石原選手がメンバーに入っていないのが気になりますね。今節はウィングバックの控えが1枚もいない状況となっていました。さあ、ということで今節改めて結果はこちら。1対2で敗戦となってしまいました。そんな今節の得点、失点シーンを振り返っていきたいと思います。さあ、まずは1失点目。前半37分のシーンでした。ガンバ大阪のビルドアップから綺麗にサイドを崩され、最後はファン・アラーノ選手に得点を奪われてしまいました。さあ、まずは崩されたビルドアップのシーン。相手の左サイドバックに畑選手がプレスをかけ、後ろの岡本選手も連動し、サイドではめに行こうとしていたシーンでしたが、うまくダイレクトで中央を使われてしまい、ハイプレスを回避されてしまいましたね。小野瀬選手がこのスペースをしっかり埋めることができていれば、サイドを崩される展開にはならなかったのではないでしょうか。ちょうど一つ前のプレーで、インサイドハーフの山田選手と小野瀬選手のポジションを入れ替えた直後のシーンだったんですよね。そしてアンカーの田中聡選手がネタラビ選手をはめに行こうとしたところで、やはりそのアンカーのスペースがぽっかり空いていたところを使われました。ここの中盤3枚の連携、ポジショニングの取り方、田中選手が上がったスペースを小野瀬選手が埋めることが必要だったシーンでした。さらにはダイレクトで中央を使われた直後、ガンバ大阪の山本選手が左サイドをしっかりスプリントして駆け上がっていましたが、マークについていた山田選手はボールウォッチャーになってしまい、山本選手についていき、帰陣することができていませんでした。そして、サイドを崩されては、あとは数的不利で飛び込むことができず、最後はジェバリ選手の完璧なポストプレーから、ファンアラーノ選手にしっかり得点を奪われてしまいました。ガンバ大阪の素晴らしいデザインされた崩しで失点をしてしまいましたね。湘南は中盤3枚の立ち位置、守備対応が雑になってしまった部分に対して、ガンバ大阪の中盤3枚の立ち位置と攻撃の加わり方、両ウイングの中央に入るポジションの取り方が秀逸でした。さあ、そして2失点目。後半に入り61分のシーンでした。宇佐美選手に PK を沈められ、痛恨の2失点目となりましたね。キム・ミンテ選手のハンドを取られての PK でしたが、そこに至るまでが自分たちのミスからの失点ということで、自滅となってしまいました。直前のシーンはこちら。湘南の攻撃で人数をかけている中で、右サイド、畑選手が少しカットインし、バイタルエリアに入ってきた田中選手へスルーパスを狙うと、ここでの意思疎通が取れておらず、マイナス方向にパスミス。ここをしっかり狙っていたガンバ大阪が、カウンターをしっかり仕掛け、最終的にキム・ミンテ選手のハンドを誘い、PK 献上。ハンドではなくても、その奥にはジェバリ選手がフリーでいましたし、完璧にやられていたシーンでした。やはり人数をかけて攻めている時は、フィニッシュまでやりきってほしいですね。この試合に限ったことではありませんが、攻め込んでいる時に打ち切ることができないシーンが多くなって、ピンチを招いているシーンが増えてきている気がします。さあ、そして得点。後半アディショナルタイム。大橋選手のゴール。1点返すのが遅すぎましたね。ほぼラストプレーに近い形で、パワープレーで押し込んでいる中、コーナーキックの跳ね返りから、阿部選手のクロスに対して、大野選手がヘディングで合わせ、シュートを狙ったヘディングでしたが、そこに大橋選手が飛び込み、1点を返すことに成功しました。このシーンではパワープレーということもあり、しっかり人数をかけれていたこと、少し前のシーンでは、キム・ミンテ選手のヘディングでの折り返しのプレーなどもあり、コーナーキックやフリーキックなどからしっかりセンターバックを狙った攻撃を今後増やしていってほしいですね。大橋選手も大野選手のシュートを狙ったヘディングに合わせるのはさすがでした。しかし追い上げもここまで。1対2で敗戦となり、勝ち点を持って帰ることができませんでした。さあ、得点と失点を振り返っていきましたが、90分通しての全体の試合を振り返っていくと、どうやって攻めていくのか、形が見えてこないことが挙げられるのではないでしょうか。皆さんもかなり感じていると思いますが、どうやって得点を取りに行くかが見えてこないこと、ボールを保持して攻めている時でも期待感が持てないのは致命的ですね。今節に関しては、どこを起点にして攻めていくのか定まっておらず、両サイドは高く深い位置を取ることはできず、フォワード、インサイドハーフに関しては相手の裏をついていくこともできず、降りてポストプレーをしようにも次につなげるところがなく、完全に手詰まった攻撃を90分見せる形となりました。ただ、そんな中でも大橋祐希、これでリーグ戦3戦連発、天皇杯を含めれば公式戦4戦連発の得点となりました。彼の強引な得点で、なんとかよく数字が見えてるようになっているだけではないでしょうか。ここに頼るしか得点が見えてこないのは非常に厳しい状況ですね。そんな中でも、やはり課題になってくるのはビルドアップ。特に両サイドのセンターバックがボールを持った際に、ガンバ大阪に関しては、湘南のウィングバックにボールが出たところではめていくことを徹底していました。そこに何の意図もなく、センターバックから再度低い位置に張っているウィングバックにボールを出すシーンが多く、はめられてしまう展開を90分披露していましたね。課題としては、やはりセンターバックのボールを運ぶ力。特にね、山本選手なんかは、そこのプレー判断が非常に良いんですが、なぜメンバーに入ってこないのでしょうか。そしてもう一つ挙げるとするならば、アンカーの立ち位置です。なかなかビルドアップ時に起点となるポジショニングを取れていないとこ、ボールに寄りすぎてしまうことで、ビルドアップ時のバランスが非常に悪くなってしまうシーンが散見されています。この2点の部分を変えていくだけでも、少しは湘南の攻撃の形が見えてくるのではないでしょうか。センターバックでボールをキャリーできる、そしてくさびをしっかり入れることもできる、山本選手を入れることや、アンカーを奥の選手にして、田中選手を一列上げて起用するなど、変化を加えることでもっとアタッキングサードへボールを運んでいくことができるかと思います。ただ、アタッキングサードに入ってからの引き出しは非常に乏しく、得点までの形が作れていないことが一番の問題となっていますね。そして守備面です。守備面に関しては何のためにハイプレスをやっているのか、どこでボールを奪うんだいということで、インサイドハーフが相手のディフェンスラインにハイプレスをかけに行った際に、捨てたマークを後ろが連動してなぜ潰しに行けないのか。ガンバ大阪としては逆に湘南のインサイドハーフを釣り出すことで、得意の中央への速いくさびをバンバンつけることに成功していました。湘南は相手をサイドではめたいのか、ハイプレスをかけてフォワードへのロングボールを入れさせたいのか、中央への長いくさびを狙いに行きたいのか、取りどころをどこに置いているのか、全く見えないハイプレスをひたすらトライしているように見えました。ただ走ってプレスをかければいい問題ではないぞと、ここの守備の形も修正をしていってほしいところですね。ということで、夏の新加入組を含めたここ3試合で感じたこととしては、新加入の個の力でなんとかよく見せていたが、攻守において何をしていきたいのか、形が見えなくなってしまった部分が問題になっているかと思います。選手選考も含めてね、しっかり考え直していってほしいところです。ということで、土曜日の全試合終了時点での順位表も確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。日曜日の横浜 FC の試合が終わる前に取っているので、その結果は含まれておりません。結果次第では残留に向け非常に厳しい状況になってしまいます。さあ、そんな時節ですが、8月25日金曜日、ホームで浦和レッズ戦となります。近 J での一戦となりますね。前回対戦時は中断前のかなり状況が悪い中での一戦で完全に崩壊してやられてしまいました。相手のセンターフォワードと高い位置を取ってくるサイドバックにいかにボールを入れさせないか、サイドからのカットインをやらせないように対応をしていきたいですね。残留に向けて連敗だけは避けたいところ、しっかり修正し、浦和戦勝ち点を取っていきましょう。ということで、今回は明治安田生命 J1 リーグ第24節、ガンバ大阪対湘南ベルマーレ戦のマッチレビューをやっていきました。この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。